うよまるうーたはニートじゃん。おい、田中直樹、お前もニートだろ。ニートだったら一発打ってくれ。おい、田中の、いいおい、揉めんじゃねえ、揉めんじゃねえ、お前ら、揉めんじゃねえ、揉めるな、長くしろ。よしよしよし、それでいいんだ。お前らニート仲間なんだから。おい、田中直樹どう、うよまるはどう思う。首振りで答えてくれ。うよまるどう思う。怪しいと思う。怪しいと思う。おい、うよまる、田中直樹が怪しがってるぞ、おい。おい、あいつ怪しいって言ってたぞ。おい、やめろ、まだ黒じゃねえだろ。やめろ、バカだなと思うか。おい、どう、田中、あいつ怪しい。田中直樹、あいつ怪しい。あいつ怪しい。何割ぐらい怪しいと思う。お前のケツの文字で教えてくれ。あの、重根で教えてくれ、重根で。何パーセント怪しいと思う。90! おい、ちょっと待て。おい、99% 黒っつってるぞ、おい。おい。おい、上丸上田、お前なんか、俺を安心させてくれ。お前チーターじゃねえってこと証明してくれ。違う。わかった。信じるわ、まずは。さすがにこんな、いや、俺の視聴者でさ、こんな堂々とチートしてたらだってさ、さすがに、太すぎない？で、こいつさ、俺の、PUBG ずっと見てるわけよ。で、俺の視聴者の性質も分かってるわけじゃん。なおかつここで、こういう場面で俺さ、信じられないんだよね。だとしたら、お前、一国の首相に相当するメンタルの強さだぞ。神経がえぐいことになる。大会にも出てるんだぞ、お前。じゃあ、上回れるだ。俺、言い方変えるわ。お前、チート使ったことある過去に、過去でいい。ない！おい！じゃあ、それ可能な限り資料に近い。俺は今、かなり。その質問は結構ね、まあ、過去にはありますよって、かなり、黒に近い。そうだよな。あんま疑いすぎるの、ごめん。だから俺ね、いや、これで、上回るようだ。かわいそうじゃん。本当にさ、すごい血のにじむような努力でさ、練習してたらさ、本当チーターって悪だよな。信用できなくなる。俺がまさに言っていた現象が起きただろ、今。こいつもチーターなんじゃねえかと思い始めちゃうんだよ。な？でも田中は誰も信じてないけどな。田中でももし、万が一お前がもう黒だ。その 1% のあれを埋められたらお前は、うよまるうよた殺してもいいぞ。その代わり100になるまで絶対撃つなよ。